ひげの隊長こと参議院議員佐藤正久です。前回中国のコロナ感染者の数字、このいい加減さ、そして中国国内におけるゼロコロナ支持者、あるいはそれは反対、もう我慢できない、経済重視していくべきだという人のぶつかりの話をしました。それに対するじゃあ日本の対応はどうか、これについてお話をします。やっぱり水際対策です。今中国の方ではどんどんコロナの感染者が広がってる。でもその実態がなかなか発表がいい加減だ、検査がいい加減だということもあり、わからない。わからなければ水際はある程度高くしなければこれ間に合いません。今年の春節、1月21日から27日、これが中国の大型連休の春節になります。今中国は観光目的など海外への渡航は原則禁止です。だけど蛇の道は蛇、まさに抜け道を作る。当たり前の話、中国共産党が特権階級力を持っている以上はいろんなルートを使って観光目的で海外へということを隠して出国する人も多いはずです。日本もその対象になり得ます。よって水際は高くすべきだ。12月30日午前0時から日本政府はこのような措置を発表しました。まず一つ、中国マカオや香港を除く中国本土からの直行便で来る入国者、そして過去7日間中国本土に滞在歴がある方々、その入国者全員に対して空港で検査をします。そこで陽性になれば全員のゲノム解析をして新しい変異株、これはないかどうか、これをチェックをします。2つ目、香港マカオも含む中国全土からの日本への直行便、これを4つの空港に限定します。成田、羽田、関西空港、そして中部国際空港、この4つです。向こうが観光目的原則禁止なのに、それでも来る人がいる以上はある程度物理的に入国する場所を絞るということ、これも大事。加えて入ってくる飛行機の数も抑えるのも大事。4つの空港に対して入ってくる航空機、この数も今の現状から増やすということをやめてくれという要請を政府から航空会社に行いました。12月25日の情報だと、1日あたり中国から日本に入国する中国人の数約1000人です。日本の空港を4つに絞る、つまり福岡空港とか札幌空港には中国から直行便がない、しかも増便を認めないということであれば、定員以上の中国の方が日本に入っていくことはこれは叶いません。よっておそらく急激に1000人から大幅に5000人とか6000人増えるってことはないと思います。まあ2000人ぐらいあるかもしれない。でもそのぐらいに絞って、それを陽性者を捕まえる、隔離をするということがやっぱり水際対策の基本です。さらに空港での陽性率が高ければ、これはさらに厳しい措置をする、これも当然です。もっと空港を絞るということも考えられますし、便も減便するということも考えられますし、また検査もさらに厳しい検査、もっと時間かかるかもしれませんけども、抗原定量検査ということを考えないといけないかもしれない。これから空港での中国のからの入国者の陽性率、これが鍵です。しっかり国民の命や暮らしを守るために水際対策、これをやることは危機管理の基本です。
日本政府しっかりやるよう、私からもしっかり働きかけてまいります。